私の名前はパニコです。都内のパニコレ高校に通う17歳の女の子です。私の両親は私が3歳の時に離婚、私は父に引き取られました。そして7歳の時に父が今の母と再婚しました。母にも連れ子がいて、名前はナオミ。ナオミは私よりも2つ年下です。初めてナオミに会った時は自分よりも小さくて、妹ができたことがとても嬉しかったんですが、そんな気持ちはナオミと接してすぐになくなりました。ねえ、ちょっとパニコ、私のお小遣い足りないからお金ちょうだいよ。え、やだよ、私パニコレフィギュア買うのに貯めてるんだし。はあ、あんたパニコレフィギュアなんて好きなの？趣味悪っ。いいからちょうだいよ。まだ会って3日しか経っていないのに、ナオミはすでに私を見下し、やりたい放題。私の貯金箱を強引に奪ったナオミはにやりとしたかと思ったら、貯金箱を床に叩きつけたんです。フローリングの床に落ちた貯金箱は見事なまでにバラバラ。中に入っていた小銭があちらこちらに散らばっています。すると大きな音を聞きつけた母がやってきました。ちょっとどうしたの？大きな音がしたけど。って、なにこれ。お母さん、ナオミが私のちょママ、お姉ちゃんが私の貯金箱壊した。ちょ、は？何言ってるの？私の貯金箱なのに。確かにこの貯金箱は姉妹でお揃いで買ってもらったもの。母からしたら割れてるのがどっちの貯金箱かは分かりません。ちょっとパニコ、お姉さんでしょ？それにこんなガラス怪我したら大変じゃない。どうしてそんな意地悪するの？え、違うよママ、これは私の貯金箱なの。嘘つき。でもいいもん、もうママの言いつけを守っていっぱいお金も貯めたし、せっかく割れたから新しい貯金箱買うもん。そう言ってナオミは床に散らばったお金をかき集めました。ちょっとナオミ、そのお金私のじゃないの、持っていかないでよ。私が頑張って貯めたお金なのよ。え、で、い、痛い。焦ってお金を拾うと、私はガラスの破片で怪我をしてしまいました。もうパニコったら、手当てしてあげるから来なさい。え、でもお金。母に手を引かれる私を見てニヤニヤするナオミ。ナオミはこういうずる賢いことを手段を選ばずに何でもするんです。私は本当にナオミのことが大嫌いでした。そして性格の悪い妹の嫌がらせは成長するにつれてますますエスカレート。それは私が中学3年生の頃の話です。あの、私ずっとあなたのことが好きだったんです。よかったらお付き合いしてください。ごめん、ちょっと聞いたんだけど、パニコちゃんって水虫なんだって？え？寝てる時はいびきも歯ぎしりもすごいんだとか、小学校高学年になるまでおねしょも治らなかったんだって。ごめん、悪いけどお付き合いとかは。もう結構です。私はどうしてそんなことを相手が言うのか、すぐに理由が分かりました。あんなデマを流すのはナオミしかいない。私がバレンタインに告白するのを知っていたのは同じ家に住んでいるナオミしかいないのです。しかも水虫、歯ぎしり、おねしょなんて。ナオミのやつ、なんでこんなことするのよ。私は家に帰ってからナオミを怒鳴りつけました。ちょっとナオミ、あんた変なこと言ったでしょ。あんたも彼が好きなわけ？はあ？あんな男好きになるわけないじゃん。じゃあなんで私の気持ち邪魔するのよ。だって面白いんだもん、パニコのその悔しそうな顔。その顔見るとたまんないんだよ。私の趣味なの。いつも楽しみよ、ありがとうね。な、ひどい。もうナオミとは話さない。勝手にしないよ。パニコより私の方が可愛いんだし、みんなパニコがどうしようと誰も気にしないよ。私はその出来事をきっかけに、もう本当にナオミとは関わりたくないと思いました。両親の希望でナオミとはそれから同じ高校に進学することになりましたが、高校に進学してからも私はずっとナオミと距離を置いていました。高校を卒業したら一人暮らしするんだ。
もうナオミのいない家に帰りたい。あともう少しの我慢。私は大学進学とともに一人暮らしをするために積極的に家事を手伝うようにしました。確かにナオミの方が顔立ちは綺麗だけど、人は顔じゃない。私は料理だったり内面的なことでいい女になってやる。私は料理本などをたくさん読みました。それから3ヶ月後、ある日のこと、私はいつものように最近ハマっているキャラ弁を作っていました。するとそれを見ていたナオミがクスクス笑いながらキッチンに入ってきました。ねえパニコ、私が学園一のイケメンの三上くんと付き合い始めたのは知ってるよね。それがどうしたの？あのさ、三上くんって家庭的な人が好きなんだって。だからちょっと邪魔しないでくれる？今お弁当作ってるのよ。そんなにお弁当に凝っちゃって誰も食べてくれないとかかわいそう。ま、誰もパニコみたいな女のお弁当なんて食べたくないからね。ねえ、なんなの？本当にもういい加減にしてよ。そのお弁当、明日作ってよ。私の彼氏のために。はあ？なんで？自分で作ればいいでしょ？はあ？そんなん面倒だし、私作れないし。でもしっかり彼氏の胃袋はつかみたいし。だから、よろしくね。いや、そんな無理。自分でやれば。私は受験勉強あるし、じゃあね。私は作ったお弁当を冷蔵庫に入れ、ナオミのお願いを無視して自分の部屋に戻りました。自分の彼氏へのお弁当を私に作らせるとか、何考えてるの？本当に性格悪い。私は身勝手なナオミに対しての怒りが収まりませんでした。今まで散々嫌がらせされてきたのに、どこまで私を苦しめるつもり？そしてその次の日。おはよう。あらパニコ、おはよう。あんた珍しく今日はお弁当作れなかったのね。え、作ったよ。はっとした私は冷蔵庫の中身を確認しました。するとやっぱり私の昨日作ったお弁当は消えていました。ナオミのやつ勝手に持っていったのね。マジで許さない。私はナオミの勝手な行動に本当に心底抑えきれないような怒りを覚えました。そして学校の昼休み、ナオミにお弁当のことを問い詰めに行きました。三上くん、はい、これ約束のお弁当だよ。昨日頑張って遅くまで作っちゃった。開けてみて。え、本当に？ナオミちゃん本当に作ってくれたの？嬉しい。ちょっとナオミ、そのお弁当。あれパニコ、こんなところに。どうしたの？今朝は水虫大丈夫だった？かなりかゆがってたけど。今も辛いんだったら保健室に相談してきたら。私は今からナオミのお弁当を開けようとしている三上くんを横目にナオミに怒鳴りかかりました。ナオミは三上くんも他の生徒もいるというのに、またも私の勝手な水虫の噂を広めようとしています。そんな姉妹喧嘩に周りからはクスクスと笑い声。ちょっとパニコ、いつまでそこに立ってるのよ。早く保健室行ってきなよ。そのお弁当返してよ。へえ、なんで私が三上くんのために作ったのにあんたに返さないといけないのよ。ごめんね三上くん、うちのお姉ちゃんうるさいのよ。被害妄想も激しくて。この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 、なんなのよこいつ、本当に性格悪すぎ。でもね、実はこのお弁当がきっかけになって、この後大どんでん返しが待っているって私は分かってたんです。勝手に私のお弁当を盗み、散々マウントしてきた挙句、みんなに変な噂流した報いを受ける瞬間が近づいているって予想しちゃってたんです。そんな悪態ついてられるのももう少しの間だけよ。さあ、地獄のフィナーレ。まあせっかく作ってくれたんだし、お弁当をいただくね。学校一のマドンナが彼氏のために作るお弁当。ナオミは今日クラスメイトにもお弁当を必死に作った最高傑作、絶対に彼氏も喜ぶと言いふらしていたそうで、周りにはクラスの女子生が集まってお弁当の中身を見ようとしています。そして三上くんがお弁当を開けたその瞬間。は？何これ？ん？何？感動？一生懸命作ったの。私いい奥さんになれるかな？
高木ラブってなんだよ。え、高木、ほらこの2段目のご飯海苔で。そうです、私実は裏の裏までナオミの行動を読んでいたのです。ナオミのことですから、絶対に嫌と言っても私のお弁当を持っていくはず。しかもナオミの場合、お弁当の1段目のおかずが可愛く盛られていることだけ確認したら、ご飯の上はいつもふりかけだけなのは知っているので、2段目の確認はしないはず。だからこそ2段目に私はノリで高木ラブを書いたのです。え、俺の名前リクヤだけど、もしかして高木って元彼の、まだ関係続いてるって噂本当だったのか。俺に嘘ついて浮気してたのかよ。え、ちょっとこれは誤解だよ。その間違えて、そのは名前間違えるわけねえだろ。名前間違えたら無理でしょ。そもそもそのお弁当を作ったのナオミじゃないし。その真実にもはや観客とかしていたクラスメイトたちがざわざわ。ナオミは勝手に私が作ったお弁当を持って行ったのよ。三上くんの胃袋をそれで掴もうとしたんだとさ。それでクラスメイトのみんなにはお料理できるマウント。しかもなんで高木くんかって、だって今もナオミの元彼の高木くんうちに遊びに来るんだもん。どうやら二人はまだ恋人同士みたいですよ。ちょっとパニコ、確かナオミ言ってたよね、三上くんは母子家庭で母親の愛情に飢えてるから胃袋をつかめばイチコロとか、クラスのモブの女子たちは私のこと憧れてるけどみんな私には慣れっこないとか、みんな頭悪くて扱いやすいとか、クラスの男子はみんなイケてないとか、そんなん散々言ってたよね。は、何、お前そんなこと言ってたのかよ。周りの女の子たちも男の子たちもざわざわナオミを一斉に批判しています。ちょっとみんな、それは誤解なの、みんな信じて。こんな偽の弁当でごまかされるかよ。お前とはもう別れる、ふざけやがって。えへへ、復縁は完全に無理なやつ。クラスメイトたちも最低とか、私らももう友達やめようなんて言ってこの場から去っていきます。あー、もう最高。ま、自分の後始末は自分でしてもらわないと。離れていくみんなの後ろ姿を見ながら泣きべそを書いているナオミ。するとあろうことか私にすがろうとしてきたんです。パニーコー、みんなにさっきのは嘘だって言ってよ。今までのことを謝るか。シャラップ、今さら謝ったって遅いし、もうあんたの言葉なんて信用できない。自業自得、身から出たサビ、自分のまいた種なんだから、あとは自分でどうにかしなさい。イシシ。それから数日後、ナオミはクラスメイトとの間にも溝ができてしまい、クラスではぼっち状態。性格の悪い顔だけマドンナだったので仲良くしてくれる人もいません。やがてナオミは不登校になり引きこもってしまいました。高校もそのまま自主退学。今じゃブクブク超えて見るも無残な姿になっているんだとか。一方の私はというと、実はね、びっくりなのですが、あの事件の後、改めて私のいる3年の教室に三上くんが来てくれて、もったいないからとお弁当を食べてくれたんです。お弁当に罪はないし、食品ロスは良くないってね。そしたら卵焼きが美味しくて胃袋をつかまれたと私に交際申し込んできてくれたのです。義妹の元カレっていうのは正直気になりましたが、純粋な三上くんのアプローチに私も正直に答えました。学園一のイケメンで2つ年下だけど、しっかり者で優しい三上くんと付き合えるなんて。私はあの一件からとってもハッピーな学園生活を送れるようになったんです。パニコちゃん、今日は放課後デートをどこ行く？三上くんはどこに行きたい？そうだな、一緒に図書館で料理本でも見ない？いいね。ほんとパニコちゃんは将来いい嫁になるね。ま、お礼のだけど。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。